壁のようなバンク。うーん、ロマンですね。ってことで作ってください。いいですとも、作りましょう。まずはモデリングします。モデルができました。これをいつものスライサーソフトに読み込ませます。え、でかすぎです。あら、でも小さくしたら角度が急になりすぎますよ。こんなこともあろうかと、ドーン、クリアリティの K1 マックスをパーニア様よりご提供いただきました。早速使いましょう。プラットフォームの固定ネジを外して、コントローラーにケーブルを接続して、ドアノブつけて起動してテストしたらもう動かせます。これはありえないくらい楽すぎる。まさに組み立て済みです。専用のスライサーソフトを使います。モデルを読み込みます。くるっと回します。ぴったりフィットです。 K1 マックスの印刷可能サイズは 300×300×300 です。スライスします。スライスできました。印刷時間や使用するフィラメントの長さ、重さが分かります。Wi-Fi 経由で印刷します。Wi-Fi に接続したプリンターが表示されます。使用するプリンターを選択します。プリント前のオートレベリングをチェックします。プリントスタートです。プリント用のデータがプリンターに送信されます。あとは自動でオートレベリングからプリント完了までやってくれます。今まではプリンター起動オートレベリング実行待ち、 USB にデータコピープリンターに USB を差し込んでプリント実行、 EC とプリンターの往復が地味にあったので超楽になりました。さらに遠隔でプリンターのモニタリングもできます。内蔵カメラでタイムラプスを撮影できます。これやりたかったやつ。てか印刷物タイムラプス映えしなすぎ。できたので取り出します。シートがマグネットになっているので外します。シートは曲がるので簡単に印刷物を剥がせます。印刷物がかなり離れやすいです。シートも残留物がなく綺麗です。ヘラで離す必要がないのでシートへのダメージも少なくてグッドです。必要な分を印刷しました。ちなみにミニ2つの明るめグレーはフィラメントの品質が悪くて使い物にならず1年ほど放置していたフィラメントです。いつものフィラメントが足りなくなったので引っ張り出しました。放置による吸湿でさらに質が落ちているのに印刷ができて驚きです。問題なく印刷できています。プリンターとの相性だったのかしら。こちらはいつものフィラメントです。より綺麗に印刷できています。時短のために全て積層ピッチは厚めの 0.36mm です。ちなみにこの大きさで4個印刷しましたが失敗はなかったです。絶対に1個くらいは失敗すると思っていたので驚きです。合計で20時間以上は印刷していますもんね。安定性もグッドです。壁パッツを印刷しました。いつもと同じ種類だけど古くて吸湿多めのフィラメントです。白は詰まりやすくてまともに印刷できなかったフィラメントです。どちらも問題なく印刷できています。パッツを接着して直角バンクが完成しました。コースを組みます。できました。アルティメットバンクです。高さは180センチあります。人間サイズですね。まずは通常のミニ四駆を走らせます。5さすがに登りません。内側ならどうでしょうか。到達しているのは1メートルくらいですね。マシンをモデリングします。モデリング完了です。モデルを読み込みます。底面から浮いている部分があるのでサポート材を取り付けます。サポート材を取り付ける株をクリックしていきます。自動でも取り付けできますがまだ精度は高くないです。サポート材の手動取り付けはしやすいです。自動取り付けは今後のアップデートに期待しています。サポート材の取り付け完了です。印刷設定は積層ピッチ 0.1mm、 印刷速度 300mm から 500mm です。高品質印刷設定として用意されている設定です。なので印刷速度はハイスピードの推奨設定だと思います。温度は少し下げています。ハイスピード印刷では専用のフィラメントが必要です。付属してきましたがもったいないのでダメ元でいつものフィラメントで試してみます。ということで印刷スタートです。さあどうだ。お、いい感じではないでしょうか。いやめっちゃ綺麗だぞこれ。マジか。ドーン、印刷完了です。外見チェック。マジで綺麗です。てかこれ普通の PLA フィラメントですよね。なんかハイスピード対応じゃないのに問題なく印刷できました。よかったです。縦の積層の割には円も綺麗に出ています。モーター側はより綺麗です。サポートをつけた斜めグも綺麗です。速さ、精度、材料コスト、すべてがベリーグッドです。ローラーホイールマウントを印刷しました。スラストチップを印刷しました。ローラーステーは以前のものを使います。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。ハトメを差し込みます。リアカーボンステーを取り付けます。シャフトを差し込みます。スペーサーを取り付けます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。ローラーを取り付けます。固定します。フロントスラストチップを取り付けます。ローラーを取り付けます。ローラーホイールを取り付けます。固定します。ローラーホイールモジュールを取り付けます。固定します。
接着剤を塗ります。フロントステを取り付けます。バッテリーを搭載します。できました。タイアルティメットバンク軽量マシンです。ジュニアサーキット用にホイール幅が広くなっています。バンク用にリアステーの位置が高くなっています。重量チェック 35g、 駆動チェックの前にグリス塗り塗り、スルスルグッドです。早速走らせます。すごく飛びました。マシンがコースから離れています。切り回転、内側ならいけるか。ダメです。設置上どうしてもコースが浮いてしまいます。つまり90度以上になって確実にマシンは開きます。下をわずかに壁から離して90度以内を狙います。どうでしょうか。まだコースから離れてしまいます。内側、こちらもダメです。勢い的にはカーブまで行けますが、フェア、カーボンプレートの接着が剥がれました。むしろあんなに落ちているのにシャーシ壊れないのすごいな。ドーン。せっかくなので新シャーシです。ローラー幅がフェンスギリギリです。スラストを前後下げて下に押さえつける狙いです。重量は 30.6g。 万事さんを参考にしたモーターマウントで軽くしています。5、登らないです。いつもの癖で車高を下げすぎていました。タイヤが床に触れていないです。ですが問題ないです。このマシンはリバーシブルなので裏返せます。車高の高いマシンに変身しました。いや、ただのラッキーだろう。5、登りきれません。パワー不足を感じたのでフル充電しました。ダメです。ローラー幅をさらに広げました。惜しい。しっかりと駆け上っていますが、カーブで吹っ飛んでしまいました。原因が分かりました。ストレートだとローラーで突っ張っていますが、カーブはフェンス幅がわずかに広がっていて突っ張れていません。さらにローラー幅を広げました。ストレートではギチギチです。カーブでもそれなりに突っ張ります。カブを壁につけて上部は90度以上に戻しました。反り立つ壁です。 LC は抜きました。突っ張りと相性悪いですからね。5、まだダメです。スローで見るとカーブで外側へ浮き上がっています。斜めに対してはスカスカでした。少し修正します。2段ローラーにしました。これで斜めるのを防ぎます。5、突っ張りが強すぎです。ローラー位置を変更しました。5、惜しい。内側ならまだいけません。これならステーを斜めにして前に進むときにステーが曲がりやすくしました。これで突っ張りながらスムーズに走るはずです。5、行きました。よし、いい感じに走っています。カーブでは90度を超えているのに走れているので、突っ張りとスラストによってマシンが押さえつけられています。と言っても結構ギリギリですね。パワーが下がると登れなくなります。内側クール。これにて反り立つ壁攻略です。最後にご提供いただいた K1 MAX の総括です。良い点はこれらです。とにかく速くて高精度です。1年半前から使っている 3D プリンターで2時間かかる印刷が40分でできます。そんなに顕著だったんですね。それでいてこの出来上がりです。マジで意味がわかりません。またこれまでは大型な印刷物は避けていましたが、これからはそれらの選択肢が選べるようになりました。悪い点はこれらです。ファンの音がうるさいです。その代わり糸引きがほとんど出ず、オーバーハンドも綺麗に印刷できます。これはメリットの裏返しなので仕方がないです。ちなみに糸引き除去の手間が消えるのはかなりでかいです。 K1 MAX にはライダーが標準装備ですが不要に感じました。元の性能が高いのでライダーの恩恵が得にくいです。広い印刷範囲が不要であれば K1 で十分そうでしたね。感想としては1年半前の 3D プリンターを使っていた私からすると驚きの連続でした。パーニア様ご提供ありがとうございました。購入リンクは概要欄に貼っています。それではまたのし。